おはようございます、今年の映画アンパンマンにゲスト声優として出演させていただくことになりました深田恭子です。アンパンマンよろしくね。私が声を担当するのは雲の国で生まれた可愛い雲の子フワリーです。このフワリーという名前はドキンちゃんが名付け、二人はとっても仲良しになります。バイキンマンから雲の国を守るためアンパンマンとフワリードキンちゃんたちが大活躍する大冒険の物語です。私は昔からアンパンマンが大好きだったので、今回声優を担当させていただけて本当に嬉しいです。本当にいつお声がかかるかなと、なんかもう夢だったので、あとこうやってアンパンマンにお会いするのも、この間アンパンマンミュージアムを行ってきたんですよ。お会いできなかったんですけど、あのダダンダンのショーとかを見てきたんですけど、もう本当に今回嬉しいです。緊張しますが精一杯頑張ります。友達と笑顔の大切さを描いたとっても温かい、そしてワクワクできる作品なので、ぜひ6月26日の公開を楽しみにしていてください。アンパンマンと一緒にふわふわな雲の国で大冒険しましょう。